マッテルスブルクは、オーストリアのブルゲンラント州、マッテルスブルク郡に属する基礎自治体。マタースブルクや、マッタースブルクとも表記する。ハンガリー国境に近い、小さな都市。数キロ南東に国境がある。近隣の都市としては、約15キロ北西のビーナーノイシュタットが挙げられる。ホルヒテンシュタイン上鮮2 0 2年、資料上マッテルスブルクが現れた。百五十四年に、 市場特権を与えられた。19世紀半ば、ビーナーのイシュタットと鉄道で結ばれた。19世紀後半にアウスグライヒを経て、オーストリア・ハンガリー二重帝国が成立すると、マッテルスブルクは、ハンガリー王国側に属した。この時期、ハンガリー化政策が行われたため、街の名称もハンガリー風にされた。第一次世界大戦後、サンジェルマン条約とトリアノン条約によって、 マッテルスブルクはオーストリアに属することが確認された。この地域を治めていたエステルハージ家がユダヤ人に対して寛容だったこともあり、この町には大規模なユダヤ人コミュニティが形成され、この地域における7つのケヒラーの一つであった。しかし、1938年にドイツがオーストリアを併合すると、この地にまでユダヤ人迫害が及び、 第二次世界大戦終了時には、ユダヤ人コミュニティが壊滅へと追い込まれた。道路網としては、S4 号線と S31 号線が、マッテルスブルクと各地を結んでいる。また、マッテルスブルク鉄道が、ビーナーノイシュタットとショプロンを結んでいる。オーストリアブンデスリーガに属している SV、マッテルスブルクが、本拠地としている。現在のところブルゲンランド州で唯一、 オーストリアブンデスリーガに属しているサッカークラブ。この小さな町のサッカークラブは近年に力を伸ばし、オーストリアブンデスリーガの上位にも食い込むようになった。年間平均観客動員数は町の人口を超えているブルゲンランド州でも最も人気のあるサッカークラブである。ありがとうございます。